パッケージといってもね、もう生優しいもんじゃないですよ、これは。これだもん。この蔵出し感、サプライズ、ダブルできました。塩気なんですよ、ほんのりの。これでまずびっくりですよ。この食感、これね、ホクホクのホイップの噛み応えを表してるの。食べ焼きがしたけどすぐ手を伸ばしたくなるというね、テレビチャンピオンでですね、 V8 ですよ、和菓子部門のこの吉宗の名前なんでかっていうと、まだ深い意味があるんでございますよ。ご機嫌よろしゅうございます。楽もできる和菓子 YouTuber 三遊亭流楽です。さあ本日もお取り寄せシリーズ参りましょう。この度のお品は千葉県の船橋市菓匠白田江さんの蔵出し芋というものでございます。さあ早速パッケージでございます。もうパッケージといってもね、もう生優しいもんじゃないでしょ、これは。びっくり。これだもん。どうです、これ。青いの門が入っていて、これ、ね、逆読みですからね、昔の形で蔵出しですよ。そしてそれだけで驚いてはいけません。吉宗何なのこれ、凄まじいですね。この中に入っているもの、これがまたなんですよ。どういうものが入っていますかというと、こういうまたね、素敵なこの袋に包まれております。もう私開けたんです、こちらね。開けて、これがまた驚くわ。これ蔵出し芋だ、どう考えたって。いきますよ。どうすか、この蔵出し感すごいね。さてこれをお水にかけながら、私はこれをもう一回開けたいの。なぜ開けたいかというと、さっき開けたんですけども、そのさっき開けた時の幸福感、これをですね、ハッピーな雰囲気をね、もう一回味わいたい。これをね、開ける時ね、開ける、どっから開けるんだ、どっからでも開けられるのかな。開けられない、どこだ、さっきどうしたっけ、ここか。あ、不器用ね、誰でも開けられる。すいません。いやあ、来た、この幸せ、香りが、バターとこのスイートな香りがすごい。いやーすごいね、これ嬉しいですね。いや、これうーわ、また第二蔵出し芋出てきました。いやーこれ芋だからね、でもちょっと中身を見せたいけれども迷うけど、芋だからちょっとかじろう、かじってしまいましょう、うん、どういうもんだか、うん、もう バターであることは間違いない。このポテトスイートポテトとバターでしょ。いきます。サプライズダブルできました。驚いた。いやいやーこれよだれ出るもんだ。味ね、味言わなきゃ、すいません、噛んだとこ見せちゃって、うん、こういうものですけど、味ね、味が、これがなんとも、これ噛むとですね、口に挟むでしょ、挟むと塩気なんですよ、ほんのりの。これでまずびっくりですよ。そう、なぜが塩なのこれ。それからお芋の、素晴らしいお芋の味と、このバターの風味、これがね、立ち現れるという感じなの。
これはセンスですね、これ。いや、これはだから塩で驚いちゃう。でも塩はそっとね、その程よくこう残りながらね、この中のうまみ甘みをこう引き出してくれるんですよ。これがね、でこの食感、これね、ホクホクのお芋の噛み応えを表してるの。もうバターとスイートポテトがハグしてます。これね、やっぱり止まらないね、本当に。うまいけど、ちょっとお茶欲しい。せっかくだからお茶も飲みたい。いやー、これは驚愕。いや、こう攻めてくるとは思わなかったね。いや、ちょっと最後の一口ももう我慢できないから言っちゃおう。ホクホク感とこの口どけの良さ、これがまた絶妙なんですよ。で、この本当にね、この塩をうまく使ってるというかな、だから食べ焼きがしたくて、ま、すぐ手を伸ばしたくなるというね、そういう感じ。ですから、これだけのね、大きさの中にね、すごくね、たくさんの、ね、味が込められてる。いやー、いい体験をさせていただきましたね。で、こちら様、もうですね、もうすごいんですよ。もうこれね、皆さんのお名前もご存知だと思うんです。このね、テレビチャンピオンでですね、もう、こちら様ご支持、もう V8 ですよ、和菓子部門の選手権で。でも、もう数々の賞もね、もう受賞されてて、もう今に至るわけですから、もうとにかくもう評判はもう和菓子好きの皆さんの間ではもう当たり前のことでございまして、私もこのコメント欄にですね、この和菓子チャンネルの、ぜひこの白谷さんをご紹介いただく。行きたいという熱い、このお言葉を頂戴しまして、それですね、取り寄せさせていただきましたが、本当に堪能させていただきました。で、この蔵出しもこのですからね、このよこれだもの、この吉宗の名前なんでかっていうとね、やっぱりね、そういうことにもね、深い意味があるんでございますよ。なんとですね、これがもう八代将軍ね、その暴れん坊将軍吉宗、徳川吉宗が、そう、ちょうどその時にですね、強固な大飢饉があった。それでこのお米が取れませんから、なんとかならないものかといろいろこの考えた時に、大岡忠相、越前の神ですよ、名奉行向方の進言があったんですね。で、島津さん、薩摩はこの薩摩入棒でもって非常にそういった窮状を乗り越えることができたということがありまして、それではこれをなんとか関東でできないものかという、皆さんご存知の青木昆陽ね、ああいう方たちが努力をしまして、吉宗の力でもってこれをもう生産するようにという力強くそれを推し進めた。その実地栽培を始めたのが、まあ、幕張、近郊、まあ、いわゆる千葉ですよね。そういうところでもって、非常にその基金に対する強い体制作りがこの時代に行われたわけです。そういうことをちゃんとこのね、ご主人が尊重をして、そこでもってこの吉宗の
ね、家紋と名前を入れているわけでございますよ。やはりこの地元愛でございますね。いやー、素晴らしい体験でございました。これはですね、 V8 チャンピオン取るのも納得でございますね。この素晴らしいお味、ぜひ皆様方、まだの方はもう絶対に体験していただかなければなりません。というようなわけで、概要欄にリンクを貼ってございますので、ぜひご利用くださいませ。そして私の方のチャンネル登録の方もよろしくお願い申し上げます。ということで、本日ご紹介いたしました品物は、千葉県船橋市菓匠城田栄さんの蔵出し芋でございました。本当にね、ビジュアル的に素晴らしい、そしてまた食べて味の素晴らしさに驚くということで、ぜひご贈答にもおすすめでございます。というわけで、誠に本日もご退屈様でございました。